こんにちは、ソナスクライブ井上です。今回は、フレキシブルな伴奏を弾くためのベーシックな練習方法を教えいたします。この練習はですね、1メジャー7、2マイナー7、3マイナー7と順番に弾いた伴奏とですね、各コードの1つ上のダイアトニックコードを弾いて解決するというディレイドリゾルブという伴奏方法を演奏しました。この伴奏ができるとですね、もっとバリエーション豊かな伴奏ができますので、皆さんぜひ練習してみてください。